皆さんこんにちは。このビデオではみんなの日本語中級1第6課文法項目の2の3を勉強します。じゃあ始めましょう。まだ第6課の語彙と文法項目1の1と2、それから2の1と2を勉強していない人は先にそちらのビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。みんなの日本語中級1第6課文法項目の2の3では、バーブたつもり、バーブているつもり、イアジェクティブいつもり、ナジェクティブなつもり、ナウンのつもりを勉強します。 Please note、 この文型は動作主、アクションをする人、動作主が何々であると思っていることを表します。本当はアクション何々でない場合も、何々かどうかわからない場合もあります。ちょっとわかりにくいですね。早速例を見てみましょう。例を見ていけばだんだんわかるようになると思います。例。父は、私の父は70歳だが、自分ではまだ若いつもりでいる。私の父は70歳です。70歳は若いですか？若くないですか？若くないですね。でも、私の父は自分ではまだ若いと思っています。そう、若いつもりでいるは若いと思っています。自分ではまだ若いと思っています。父は70歳だが、自分ではまだ若いつもりでいる。と、自分ではまだ若いつもりでいるは、自分ではまだ若いと思っています。と同じ意味です。父は70歳だが、自分ではまだ若いつもりでいる。次の例は A さんと B さんの会話です。B さんです。A さん、どうしたんですか？お疲れですか？ Are you tired? B さん、最近、these days、仕事が忙しくて、自分ではまだまだ元気なつもりだったけど、元気だと思っていたけど、やっぱり年かな、after all、年かな、I must be getting old。もう一度、A さん、どうしたんですか？お疲れですか？最近仕事が忙しくて、自分ではまだまだ元気なつもりだったけど、やっぱり年かな。B さんは自分では元気だと思っていました。でも本当は自分が思っていたより、as he thought、元気ではありませんでした。もう一度、どうしたんですか？お疲れですか？最近仕事が忙しくて、自分ではまだまだ元気なつもりだったけど、やっぱり年かな。次の例では、先生が学生たちに話しています。本当の研究発表のつもりで、みんなの前で話してください。研究発表、Research Presentation。今は練習です。本当の発表ではありません。でも、本当の発表だと思って、みんなの前で話してください。本当の研究発表のつもりで、みんなの前で話してください。営業部、セールスディパートメント、営業部の上司、
上司と部下が、部下、サボディネイト、部下が話しています。上司です。部下です。上司、田中君、最近、these days、成績、パフォーマンス。この場合は、セールスパフォーマンス、your sales performance。成績が良くないね、not good。B さん、すみません。自分では努力しているつもりなんですが。自分では私は努力していると思っているんですが、という意味です。So, 部下は自分では努力していると思っていますが、上司は部下の努力が足りない、not enough, insufficient と思っています。もう一度、上司、田中君、最近成績が良くないね。部下、すみません。自分では努力しているつもりなんですが。この例でも営業部の上司と部下が話しています。上司、会議室の鍵がかかっていなかったよ。部下、すみません。かけたつもりだったんですが。自分では鍵をかけたつもりだったんですが。この意味は、私は自分では鍵をかけたと思ったんですが、部下は会議室の鍵をかけたと思っていましたが、実は鍵をかけていませんでした。もう一度、上司、会議室の鍵がかかっていなかったよ。部下、すみません。かけたつもりだったんですが、かけたと思ったんですが、すみません。文型をまとめています。バーブ、ターフォーム、バーブ、ている。イアジェクティブはイ、ナジェクティブはナ。ナウンはの、プラスつもり。意味は動作主、アクションをする人が自分では何々であると思っていることを表します。例、父は自分では若いつもりでいます。若いと思っています。私は自分では元気なつもりだったんだけど、元気だと思っていたんだけど、本当の研究発表のつもりでやってください。本当の研究発表だと思ってやってください。私は自分では努力しているつもりなんですが、私は自分では努力していると思っているんですが、鍵をかけたつもりだったんですが、鍵をかけたと思ったんですが。練習1、例のように会話を完成させなさい。完成、complete。 A さんは B さんのご主人です。A さんは B さんのご主人です。これは B さんです。A さん、踊ってるの？体操してるの？ B さん、自分では踊ってるつもりなんだけど。自分では踊ってるつもりなんだけど。Please note, 自分では体操してるつもりなんだけど。これも OK です。体操、exercise。踊ってるの？体操してるの？自分では踊ってるつもりなんだけど。踊ってると思っているんだけど。1番、 A さんは B さんの上司です。 B さんです。 A さん、仕事してるの？音楽聴いてるの？ B さん、すみません。自分では仕事してるつもりなんですが。自分では仕事してるつもりなんですが。 A さんは上司です。ですから B さんは丁寧に politely 話します。つもりなんですが。もう一度、 A さん、仕事してるの？音楽聴いてるの？ B さん、すみません。自分では仕事してるつもりなんですが。音楽を聴きながら仕事してるつもりなんですが。2番、 A さんは B さんの奥さんです。 A さんです。 B さんです。
B さんは今掃除を終わったところです。A さん、ゴミが落ちてるわよ。ゴミが落ちてるわよ。ちゃんとプロパリ掃除したの？ちゃんと掃除したの？ B さん、え、どこ？自分ではちゃんと掃除したつもりなんだけど。自分ではちゃんと掃除したつもりなんだけど。もう一度 A さん、ゴミが落ちてるわよ。ちゃんと掃除したの？ B さん、え、どこ？自分ではちゃんと掃除したつもりなんだけど。ゴミが落ちてるわよ。ちゃんと掃除したの？え、どこ？自分ではちゃんと掃除したつもりなんだけど。3番、A さんは B さんの娘さんです。B さんです。A さん、お父さん、大丈夫？ Are you alright? もう若くないんだから。You are not young anymore. 気をつけないと。You have to be careful. B さん、あ、うん。いたたたた。これはいたたたた。自分では若いつもりなんだけど、やっぱりもう年かな。自分では若いつもりなんだけど、やっぱりもう年かな。もう一度 A さん、お父さん、大丈夫？もう若くないんだから気をつけないと。B さん、あ、うん、いたたた。自分では若いつもりなんだけど、やっぱりもう年かな。4番、B さんは花子ちゃんのお父さんです。花子ちゃんです。A さんは花子ちゃんのお母さんです。花子ちゃん、泣いちゃったわよ。花子ちゃん、泣いちゃったわよ。もっと優しく注意してあげないと。B さん、自分では優しく注意したつもりなんだけど。自分では優しく注意したつもりなんだけど。優しく、gently。注意、warning。Please note、注意しているつもりなんだけども OK です。自分では優しく注意しているつもりなんだけど。もう一度 A さん、花子ちゃん泣いちゃったわよ。もっと優しく注意してあげないと。B さん、自分では優しく注意したつもりなんだけど。もう一つ勉強しましょう。バーブ、たつもりで。意味は、本当は何々していないが、何々したと思って。例、死んだつもりで頑張ればできないことはない。あなたはまだ死んでいません。でも、死んだと思って。死んだつもりで頑張ればできないことはない。There's nothing you cannot do.If you think you are already dead and you are ready to give it your all. これはちょっとイディオマティックな表現です。死んだと思って頑張れば、死んだつもりで頑張ればできないことはない。だから一生懸命頑張りなさいという意味です。死んだつもりで頑張ればできないことはない。死んだ、ワーブ、ターフォーム、プラスつもりで。死んだつもりで頑張ればできないことはない。もう一つ例を見てみましょう。A さん、子供は外国語を覚えるのが早いですね。B さん、A さん、私たち大人、アダルト、大人はどうやって練習すればいいんでしょうか。B さん、小さな子供になったつもりで。As if you are little child. 大きな声を出して練習するといいですよ。子供のように子供になったつもりで、子供になったと思って大きな声を出して練習するといいですよ。もう一度 A さん、子供は外国語を覚えるのが早いですね。
children are quick learner of the foreign language. B さん、A さん、私たち大人はどうやって練習すればいいんでしょうか。 B さん、小さな子供になったつもりで大きな声を出して練習するといいですよ。 A さん、つもり貯金って何ですか。貯金、 saving money。 B さん、欲しいものがあっても買わないで、欲しいものがあっても買わないで、 even if you want something, don't buy it。 それを買ったつもりで、買ったと思って、 as if you bought it、 貯金をすることです。 so つもり貯金 means that even when you want something, don't buy it, but save the money as if you bought it。欲しいものがあっても買わないで、それを買ったつもりで貯金をすることをつもり貯金って言います。例えばアイスクリームが買いたいです、アイスクリームが欲しいです、でもアイスクリームを買わないで、そのお金、例えば100円でアイスクリームが買えます、その100円を貯金します。これがつもり貯金です。新しい洋服が欲しいです、新しいシャツが欲しいです、でもシャツを買わないで、そのお金、例えば1000円でシャツが買えます、その1000円を貯金します。これをつもり貯金と言います。つもり貯金って何ですか。欲しいものがあっても買わないで、それを買ったつもりで貯金をすることです。 A さん、旅行に行かないことにしたんですか。 B さん、うん、旅行したつもりでお金は貯金することにしたよ。旅行に行かないことにしたんですか。何々ことにしますは決めますという意味です。 decided to something。 と、うん、旅行したつもりでお金は貯金することにしたよ。本当は旅行に行かないことにしました。旅行をしません。でも旅行したと思って、そのお金を貯金することにしました。もう一度 A さん、旅行に行かないことにしたんですか。 B さん、うん、旅行したつもりでお金は貯金することにしたよ。今日はここまでです。お疲れ様でした。